にちは、広島市消防音楽隊です。先ほどアナウンスがありましたように、11時からコンサート開始になりますので、それまでお待ちください。その前に、私たちの演奏会の、予定を、少し紹介させていただきます。今年 G7 広島サミットの関係で、広島フラワーフェスティバルが6月に変更となっております。6月10日がパレード、6月11日が、各ステージ演奏等になっております。私たち広島市消防音楽隊も6月11日、職域合同演奏会ということで、広島県警察音楽隊、陸上自衛隊第13音楽隊、そして海上自衛隊呉音楽隊とともに、午前11時から13時の間、カーネーションステージで演奏会を行います。ぜひ皆様足を運ばれていただけると我々一同大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。それではコンサート開始までの間、今しばらくお待ちください。はい、本日は植物公園にお越しいただき誠にありがとうございます。ただいまより桜祭りコンサートを始めさせていただきます。本日演奏してくださいますのは広島市消防音楽隊の皆さんです。それではお願いいたします。それでは改めまして、皆さんこんにちは。広島市消防音楽隊です。本日は広島市植物公園桜祭りにお招きいただきありがとうございます。さあ、消防音楽隊1曲目はカラーガード演技とともにランドオブサウザンドダンシーズをお送りしました。カラーガード隊の演技はいかがだったでしょうか。ありがとうございます。さて、昨日の雨空とは一転、春らんまん、お花見シーズンを迎えたこの4月、皆さん、お花見には出かけられましたか。ここ、広島市植物公園も花の見頃を迎え、目の前に広がる美しい草花は目の保養となりますよね。今日はさらに私たちの演奏で、うららかな春の日を感じていただきたいと思います。それではここで私たちの紹介をさせていただきます。広島市消防音楽隊は市民に愛され親しまれる音楽隊をモットーに、音楽を通じて防火防災の呼びかけや市政全般の PR を行っています。隊員は消防職員と会計年度任用職員で構成されており、消防職員は消防隊、救急隊、救助隊の隊員として、また建物への立ち入り検査や防火指導を行う予防課員として消防業務に携わる傍ら、音楽活動を行っています。また会計年度任用職員は
音楽を専門に学んできた隊員たちで、優れた技術による楽器演奏のほか、先ほどのような華やかなカラーガード演技でも活躍しており、音楽隊になくてはならない存在です。コロナ禍のため各地での演奏会が減っていましたが、皆さんにお会いできる機会が増え、フラッグ演技を披露する機会も多くなってきました。これからも皆さんに喜んでいただけるよう努力してまいります。それではここで当音楽隊の指揮者を紹介いたします。広島市消防音楽隊学長栗原剛です。ありがとうございます。それでは次の曲に参りましょう。次に演奏する曲は春の童謡コレクションです。最近はポカポカと暖かい春の陽気が続き、まさに春真っ盛りといった感じですよね。そんな春にちなんだ童謡から、本日は春が来た、春の小川、花の3曲をメドレーで演奏します。音楽の教科書にも載っている名曲なので、皆さん一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。本日は吹奏楽の優しい音色で春の便りをお届けしましょう。それではどうぞ。
ありがとうございました。続いての曲は昭和の歌姫美空ひばりさんの生前最後の楽曲川の流れのようにです。この曲は昭和から平成へと移り変わる激動の時代を象徴する曲として、これからも時代を超えて歌い継がれていく永遠の名曲ですよね。美空ひばりさんはこの曲の歌詞と自分の歌手人生を重ね合わせており、とても思い出のある曲だったそうです。また20世紀の日本人を感動させた曲としてアンケート結果で第1位を獲得するなど、非常に多くの国民から愛されています。ぜひ美空ひばりさんの歌声を思い浮かべながら聴いてみてください。それではどうぞ。ありがとうございました。それではここで次の曲の前に広島市消防局からお願いがあります。私たち消防音楽隊の中には普段消防車や救急車に乗って災害現場などへ出動する隊員がいます。そんな私たちから皆さんにお伝えしたいことがあります。皆さんが車やバイク自転車に乗っている時にサイレンを鳴らした救急車、消防車が後ろから近づいてくることがあるかと思います。そんな時には周囲の安全を確認した後、
道路の左側によって止まっていただき、道を譲っていただけたらと思います。もし左側に寄るのが難しかったり、寄るとかえって危ない時には安全な位置に停車するなどの対応をお願いいたします。また緊急走行中の救急車、消防車が赤信号の交差点を通過する場合があります。救急車、消防車は安全確認のため交差点の手前あたりから速度を落として走行します。皆さんが歩いている時や車に乗っている時など、進入する交差点が青信号であってもサイレンを鳴らした救急車、消防車を確認した場合は安全を確認して交差点には入らず、道を譲っていただきたいと思います。我々消防職員が1分でも早く災害現場、救急現場に到着するためには、緊急走行中であっても交通事故を起こさないことが重要になります。救える命を救うため、市民の皆様一人一人のご協力をよろしくお願いいたします。以上、広島市消防局からのお願いでした。さあ、お待たせいたしました。次に演奏します曲は、皆さんがよく知っているテレビアニメ海賊王に俺はなるでおなじみのワンピースの曲を演奏します。去年の夏に新しく公開されたワンピースの最新映画は皆さんご覧になりましたか？この映画に登場するキャラクター歌の歌唱パートを Ado さんが担当しており、年末の国民的歌番組ではCG で合成された歌が出てくるなど、とても話題になりましたね。今日はそんな歌が歌っている新時代メドレーを演奏します。映画をご覧になった方はその世界観を思い浮かべながら聴いてみてください。それではどうぞ。
ありがとうございました。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、次が最後の曲となってしまいました。最後に演奏する曲は今 SNS でもバズりにバズっているジャンボリミッキーです。ジャンボリミッキーという名称は、みんなで楽しく陽気に踊り騒ぐことを意味するジャンボリーとミッキーマウスを掛け合わせて生まれたそうで、皆さんに元気よく盛り上がってほしいという思いが込められているんです。この曲大好き、踊れるよという方はぜひ踊ってくださいね。皆さんで盛り上がってまいりましょう。それではどうぞ。それではアンコールにお答えしまして、最後に聖者の行進を演奏します。皆さんも手拍子なので盛り上がりましょう。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。